ポニー・キャンブックスはポニー・キャニオンが刊行する書籍レーベル。2013年4月創刊。2013年4月からポニー・キャニオンは出版事業に進出し、アニメファンブックや声優写真集をポニー・キャンブックスとして刊行してきたが、同年12月3日からはライトノベルも創刊した。文庫レーベルと単行本レーベルが存在する。映像化。 アニメ化を意識した作品作りを前提にしている。映像メーカーとしてアニメーションに関わってきたポニーキャニオンは、その今までの経験を活かし、映像解イコールアウトプットから逆算する形で企画をしていく。また、脚本家やアニメーター、作詞家などアニメに関わるスタッフから幅広く、作家人やイラストレーターとして声をかけ、アニメクリエイターとのコラボレーションを行っている。 総関時も一部作品で、スタジオ5組、サテライト、パッションネなどのアニメ制作会社の協力のもと、作品を制作している。話題や人気のある作品は、ドラマ CD やコミカライズ、アニメ化、映像化など、ポニーキャニオンオリジナルコンテンツとして、積極的にメディアミックスを行う。ABCDEF、相関のご挨拶ポニー。 キャンブックス株式会社ポニーキャニオンの出版レーベル。ポニー、キャンブックス。2021年3月1日閲覧。ABCDEF、ポニーキャニオンのアニメ関連書籍出版レーベル。ポニー、キャン、ブックスより、ライトノベルが創刊。12月3日に6タイトルをリリースモカ、モカマイナス。MOCA-NEWS.NET。MO 2021年3月1日閲覧、ありがとうございます。